はい、どうもバー&カフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、とあるものを使ってノンアルコールカクテル作っていきたいと思うんですけれども、そのとあるものというのはですね、こちらでございます。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、こちらはですね、日本初のノンアルコールジンネマというものです。でこちらですね、横浜のバーネマニアの北条さんという、まあ、フレアバーテンディング界では知らない人はいないぐらいのですね、まあ、日本のフレアバーテンダーの先駆けとなった方なんですけれども、その方がプロデュースして作った商品で、無農薬のバラとスパイス、あと八ヶ岳の湧き水を使って作られた無添加のノンアルコールジンとなっております。まあ、今全国的にも緊急事態宣言だったり、あとまん延防止措置とかで、種類提供自体ができない地域っていうのがすごく増えててですね、まあ、そんな中で、まあ、休業されるお店もあれば、こういった形でノンアルコールカクテルを提供してですね、頑張ってらっしゃるお店もあって、まあ、そんな中でこちらのネマですね、まあ、最近 SNS なんかでもこれを使ったノンアルコールカクテルとかを提供しているお店も増えてきてるみたいで、まあ、本当良くも悪くもですね、今ちょっとノンアルコールの需要っていうのが高まってる時期なのかなと思います。で今回はこちらを使ったジントニック、ノンアルコールジントニックですね、を作っていきたいと思います。で、まあ、そのネマのホームページの方にですね、まあ、北条さんおすすめのジントニックの作り方っていうのが載ってたんで、今日はそれをちょっと真似して作ってみようかなと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきます。動画ご視聴いただきありがとうございました。こちらがネマジントニック、ノンアルコールジントニックですね。ちょっと早速いただいてみます。おー、すごい香り。ちょっといただきますね。なるほど。もう香りはですね、一言で言うとバラですね。バラの香りと、あとラベンダーの香りですね。もう花の香りがすごい強いです。で、あのジン特有のジュニパーベリーの香りっていうのはそこまでこう強くはないんですけど、花の香りの中にほんのりと感じるぐらいですかね。味は本当ジントニックっぽい感じですね。まあもちろんアルコールを使ってないんで、アルコールのアタック感とかそういったものは一切ないんですけれども、何ですかね、香りと、あとまあトニックウォーターでちょっとこう甘みだったりとかそういうのが持ち上げられてるのか、まあ、もちろん使うトニックウォーターにもよるとは思うんですけれども、なんか本当にあのジントニック飲んでるみたいな気分になりますね。まあ、これストレートでも飲んでみたんですけど、ストレートで飲むとですね、まあ、本当にあのローズウォーターっていう感じですね。まあ、こちらにもボタニカルウォーターって書いてあるんですけど、もう一口目が本当水の味がして、そこからですね、こうバラとか、まあ、ラベンダーとかの花の香りがぶわっと広がって、最後にちょっとスパイスとかジュニパーの感じが残るっていう具合ですかね。高級なお水、なんか言い方悪いですねでも本当そんな感じです。でこちらのネマですね、このノンアルコールジンの他にもノンアルコールのオールドトムジンとか、ノンアルコールアブサン、あとノンアルコールのウイスキーだったりとかですね、
あとまあ年に1回ディスラーズカットって、まあ、限定品のこちらのノンアルコールジンをリリースされたりと、本当まあなんかいろいろな試みをされてらっしゃるので、まあ、非常に面白い、まあ、今後が楽しみな一本でもありますね。でこちらですね、市場価格が500ミリで、3000円ぐらいと、まあ、一般の方が家に買って飲むにはちょっと高いかなっていう感じではあるんですけど、まあ、素材としては非常に面白いですし、いろいろとですね、あのノンアルコールカクテルのバリエーションなんかもまあちょっと作りがいがあったりもしますので、まあ、興味ある方はですね、ぜひあのお近くのお店で取り扱っているところがあれば、試してみるのもいいんじゃないでしょうか。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。Yeah.